はい、どうも、ピオキングです。今日もですね、トロールコースやっていきますか。で、今日のトロールコースね、見て、日付。2021年の6月22日に投稿してるんですよね。めっちゃ最近じゃんと思って。しかもだよ。しかも、韓国の方。いや、トロールコースでさ、韓国の方ってなかなかないよね。クリア率はね、0.86% だったね。ブリングビッグブレイン、カッコトロール。3B だね。何でもかんでも略します。うわー右、うわーこれは貯金殺し。いや避けたと思ったら右に来る感じ。いやうまいねこの韓国の方、読んでるね。じゃあこのじゃあちょっと左避けておこうか。え、クリボーかなんかいた感じかな、ちょっとわかんないね。でここ右に走ってってすぐ左に避けるね。はい、とりあえず下行こっか。もうここには用ない、なんで下行きます。で、下行って、ここはキノコ取れないか。新しいぞ、今日は。全然今までのトロールと違う。やっぱさ、作ってる国によってさ、全然作り方違うのかな？騙し方っていうのかな？全然違う気がするんだよね。あ、今回は普通に取らせてくれたね。で、右行きます。で、ここなんか金魚こっちに来そうだよね。金魚こっちに来そうなんで、バレかなんかしてんねって。あれ？オッケー。いや、これはそんなに難しくなかったんじゃない？これあれだね、下にこうやって生かして右上のパックン、パックンじゃない、フラワー取らせようとして罠に引っかかるみたいな、多分そんな感じだね。さてここはどんな感じでしょう。一回回転ジャンプで降りるね。ナイ！それじゃあここね、ジャンプ戦で行ってみよう。ジャンプ戦！強制ジャンパー、いや好きだよそういう感じ。じゃあここ速攻右で避けるね。いやあれ、なんでさっき一番上まで行ったんだろうね。あー怒ったら上まで行くのかな。じゃあここは下にコインがあるね、多分下に降りてっていいと見せかけてドッスの方行く。ドッスの方行ったら多分ドッスがやられる感じ。ほーら来た、ちょっ。いやこのコースね、神コースの予感がめちゃくちゃする。でここでジャンプ、オッケーでジャンプ。ここ上はノーって書いてるね、上はノーって書いてて、いや何、いやまだ大丈夫、まだ大丈夫。やべえどうしよう、ジャンプしたくないよ。逃げれられない、これは逃げれないのか。いやもうジャンプするね、ジャンプするしかないんで。はい、そんなことだろうと思った。そしてねここ気になったんだよね、これ下行ったらどういう風に罠に引っかかるの。それじゃあここはこう、オッケーでバネ持っていった方がいいと思う、なんかそんな予感がする。なんでこれはなんだ。やべえこれめっちゃ笑ってる。これさバネ持つじゃん、バネ持って上に行くんじゃない、でブラッパ出すでしょ、ブラッパを出して上にやるみたいな。相当意味ね。ここはですねバネ持ってったらダメでした。なんでこのまま右に行って、でもう一回オンフ変えて右、そしてどうしようかこれで上に行くでしょ、このまんまドッスンのとこもう一回行ったらダメな気がする、だから何もしない。やばいここ本当本当に難しい。いや罠がねなんか読めないんだよね、全然読めなくって。読めたりできるじゃん普通トロールコイン。いや読めないんだけど。いつも引っかかってるんだけどね。それじゃあここはドッスの方に走っていこう、行け。いやこれでいいでしょ、いや当たってよかったのかな、風船のまんま。あれ B もキノコも取んなってことかな。ここで一回チビになってみようか、チビになって、あ、あれ、あなんか乗れる、ほら乗れるんだけど、乗れるんだけど、だから何って話だよね。このまま入ったらどうなる？あ、やっぱこっちで合ってた。いやチビでこっちのまま来ればいいのか。いや、ちょっとおかしくないですか？これ、あー、ビビった、罠に引っかかったと思った。ちょ、きついな、これ。いや、ちょっと、うわ、めちゃくちゃきつい、これ。うわ、かー、なんで頑張ったじゃん。こっからしゃがまんでいこう、多分さっきしゃがんだからね、多分しゃがまなかったらいけるはず。オッケーでこのまま右行ってジャンプ、オッケー。いやこれしゃがむよね、いやしゃがむかわかんないんですけど、このまま中間ポイント取ります。よし
これ多分ね、一回やられてさっきと違うヤンカー的な感じになりそう。このコースめっちゃいたずらがすごいもん。いや、ちょっと出てくるの遅くなかった今のブラッパー。さっきと違うことをね、想定して次はキノコが出ると思う。キノコっていうか、ここからアイテムが出ると思うんだよね。なんで下のチョロプを一旦右にやって、アイテムを出して下に行く、それが正解でしょ。さっきと一緒やんかー。じゃあこのまま下行こう。いや、一緒だったね。てっきり違うもんが来ると思ってたんですけど。あ、待って、これいけんくない？なんか風がいたらさ、パックンの下くぐれんくない？行ってみる。いや、いけんのか。走ってしゃがんでジャンプでいけそうだね。いくよ、走ってしゃがんでジャンプ。オッケー。いや、これでいけたね。いや、いけるんだね。上に上がんなかったね、風。これは回転ジャンプで行くと見せかけて普通に行こう。じゃあここ上にジャンプすればいいのかな。オッケーオッケー。で、上に行く。これは鍵を取ったらダメな気がする。いや、でも取らないけんね、これ。取りますね。はい。で、右で、下にパン落としてすぐ右。なんでも怖いんだよ。それじゃあここは鍵を取って、このパンを持って下に行こう。オッケー。で、このパンを置いてドアに入る。いや、完璧、完璧すぎ。で、これ Z って書いてるね。信じていきます。多分ここ信じていい。そこ、いや、 Z は Z で合ってたね。なんでここで Z して乗る。オッケー。いや、行こう、一緒に行こう。多分このまま一緒に行って、いや、まずい、これ下降りな、まずいね。うわ、なんかあの子たち追いかけな気がするんだよね。あれ、オッケー。いや、これ右でいいの？どっち？いや、土管に入ろっか。あの右多分何もないでしょ。あ、これは AZ って書いてるのか、下の赤い。なんか、いや、ジャンプで行ってイカ譜面っぽいんだよな。あ、いや、なんか当たったっぽくない？これ下行ってみる。いや、こっち正解でしょ。何もないんかーい。それじゃあここはブロック出しておいて、イカ踏める。で、もう一回、なんでブロック出しておいて、このパンを下に置きます。そして回転ジャンプで行く。オッケー。で、このまま右、よし。で、中間ポイントゲット。なんだよお前は。次こそ行きます。で、このまま右行って左から行こう。多分こっちから行ける。よっしゃ、中間ポイント2個目。お、なんか右かわいいね。なんか2の線上にね、Pの羽が飛んでるんですけど、ちょっと日本語わけわかんないね。じゃあここは上行ってみる。一回上行くね。ダメー。いや、大丈夫なんじゃないこれ。一回オンオフで落ちればいいでしょ。ダメじゃねえか。じゃあここは一旦オンオフします。で、左のブロックをこうします。いや、ここまでは順調だね。まあ、なんだよ。タンタンタンじゃねえんだよ。で、ここは早く行こう。オッケー。で、ブロック変わんないね。あ、おっ、いやー、ここはドッスンに気をつけよう。ドッスンに気をつけながら、多分ここ一番右寄ったらいいんじゃないの。ダメだね、一旦左、右、危ねえ。いや、今度はドッスンに流されなかったね。なんかずっと左押してたらね、いけたんですけど。ここは上行こう。いや、下に行こう。上行ったら多分分かると思う。で、ここはビヨーンは大丈夫だったね、今。危ねえ。で、ここでジャンプして右行こっか。いや、左行く。これは右と見せかけて左な。それじゃあここは何もしないで置いてみようか。何もしない、叩いて何もしない。オッケー。いや、こんな行き方があるんだ。で、ここでオンオフをして右の青に乗る。なんで。それじゃあここは何もしないで右に行ってよさそう。オッケー。で、ここは上はなんかある。はい。いや、なんもないね。これ下から行こっか。で、このまま右に行けるはず。あ、これ正解っぽい。で、このまま右行って、ここに下に落とせみたいな感じじゃないの、パウを落とします。はい。いやー、来た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 。ちょっとここでパウ落とすところまで合ってる。で、左に逃げてバブル避ける。で、このバネ持っていく。いや、多分これだね。で、ここでバネを置いてジャンプすればいいと思うんだけど、このハテナが超気になるんで、叩かせろよ。気になるやんか。じゃあここは走ってジャンプ。なんでこれ、うわ、叩けないのかな、あれ。
ゃあ一旦そのまんま行くね。あ、たたけんっぽいね。じゃあこのまま一旦上行きます。てれてれじゃあここはバネ登って下に行って P のドアが出てくるはず。あれ出てこんね。オッケーで P ドア入ろう。そんでうわカシャーン来ました。ここはいや多分待っておいていいんじゃない。多分何もしないでいいでしょ。なに、うわこれ何、上帰れないのこれ。いや無理だね。さっきのカキ棒がいるね。それじゃここはねカキ棒を上にやる。で上に行く。あ待って、カキ棒持って行った方が良さそうじゃない。もう一個。いややっぱいるくせ。いやどうしよう、いやどうしようもね。だってここで一回カキ棒を変える。そしてもう一回このカキ棒を持って上のここのオンオフを変える。でもう一匹持っていこう。もう一匹、もう一回持っていこう。うわこれは右上のブロック壊さないか。なんでそうなんの。そんじゃここは一回パウして、パウしてもう一回オンオフしよう。オンオフしてさらにここで壊して上に行く。いやここでもうカキ棒は多分いらないと思うんだよね。なんでカキ棒捨てていきます。あれ以上いたらね、いやカキ棒にいやカキ棒多分意味ないね。いやいてもよかったかな。多分クリボーと相殺した感じかな。じゃあこのまま左行こっか。でまたキノコ取りました。そろそろね3つ目の中間ポイントが欲しいところ。なんでよ、いやまっちょなんで戻って、もうそうなんの。しゃがみジャンプ、しゃがみジャンプ、なダメだった。いやでも大丈夫、今度は土管に入らないようにしたからね。でここで右、今右はいけないっぽいね。あ待って、これチビになってこないけんパターンじゃない。いやなんかめっちゃそんな気がするんだけど、チビになって右が正解。うわやっぱそうやんか。いや絶対そう、見てほら右下ゴールあるもん。うわーマジかよ。いやここで死に耐久か、それとも中間ポイントに戻すやつか。なんだこれはリアクションしにくいなこれ。何なんだこのドクロは、どうすりゃいいんだこれ。あ右上に行けばいいのか、行きにくいな。そしてあ分かった分かった、ドアに入ればいい感じで。いややっと分かった、ちょっと待ってね。よし来た、やっとだね今度は何ですかねこれ。右左って書いてるね、右上に。これは右左こうやってしろってこと。あ、待って間違えた。いやーめんどくせーいやでもさっきのところどうやってやられるか気になるね。でここはうんチビのまんま右に行こう。多分あのファイヤーボールはいらない。このまんま下に降りたらゴールできる。なんでキノコが来んだよーうーわこれまたやり直しやんか。次こそゴールするよ、絶対するよ。あのキノコを避ければいいだけでしょ。ここで避けておこう。いやこれは勝ったね。でこのまま左足ってゴールしよう。いけ、ナイスいやゴールできました。いやこのコースねほんと難しかった。ぜひ皆さんやらないでください、危険です。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。